アンジェルと一緒なんだろ。頑張ってこいよ。ジェネシスの代理として準備が整い次第ウータイへ。ウータイに出発する時間だ。準備はできたか。私も現場に同行する。期待しているよ。はっ。ところで君の夢はファーストになるかな。いや、英雄になることです。そうか、叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし。ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。 B 隊は作戦区域で待機している。そこの二人、何者だ。俺に任せとけって。アクティベイティングコンバットモード。コンフリクトリゾルブ。よっしゃー、よし、次。焦るな、ザックス。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか。なんだよそれ。なんと、バカリンゴを知らないとは。これじゃファースト昇進は無理だな。ちょ、待て。なんだよバカリンゴって。アクティベイティングコンバットモード。リンゴってなんだよ。正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかし、そんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が。知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。
間もなく B 隊が爆発を起こす。それがあいつだ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ、俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して、で好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ B 隊。その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。作戦開始。わけにはいかない。敵は一人だ。全軍で迎え撃つぞ。Activating combat mode。簡単すぎてあくびが出るぜ。気を抜くな。ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れてウータイ兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ。任せろ。
combat mode. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode.ここにいたはずだが、逃げ足の速いやつめ。卑怯だ！アクティベイティングコンバットモード。あちこちに敵が潜んでいるようだな。難攻不落の評判は伊達じゃない。ああ、今もさ、回転する壁を調べていたら襲われちゃったよ。他の壁も同じかもしれない。くれぐれも注意したまえ。Combat mode.
resolved. Osha! Activating combat mode. Conflict resolved. Osha! いるぞ。そこか。第38タンブリッシュ隊突撃。Activating combat mode. にも敵兵が潜んでいる。そうか。君たちの位置を知られると厄介だ。残りの高台も頼む。何としてもここで食い止めろ。全員構え、撃て。ここで終わりだ。もうじき援軍が来る。逃げられんぞ。兵長、突入してきます。ひるむな。こっちも突撃だ。貴様ら。Activating combat mode.Conflict resolved. Utai ni eko are. Activating combat mode. たった一人のソルジャーにここまでやられるとは。指をくわえて眺めているわけにはいかん。て待て。よくも私の部下たちを。貴様、生かしては返さんぞ。我々兵長クラスが3人ならば何とかなるはず。ここで仕留めましょう。ウータイの底力見せてやる。アクティベイティングコンバットHut! Hut! Hut! Hut!
Activating combat mode. Conflict resolved.内部の制圧に成功したようだ。敵を引きつけるだけでよかったのに大したものだ。よくやってくれた。そのまま先に進んでくれ。あそこが砦の中央部。Activating combat mode.Attack!